2度のゆりかごパフォーマンスは2人とも小林優に2人と言ってもらいましょう、はい、ね、かなり気分もよく勝ったということになります。その先制ゴールがこの小林優、見事なゴールでした。そして2点目が大久保嘉人です。この2トップ2人とも今大会は初ゴール、決勝トーナメントに向けては素晴らしいこれニュースですよ ね、はい、そうですね。ただすぐにこの1点入れられたところはちょっと余計だったかな。これはね、意識の問題でいい結果ができたと思いますよ。そうです、決勝トーナメントに向けては、はい、相手来ますから入れた後ってのは。中村健吾のコーナーキックからジェシが34歳のバースデーゴール、自らを祝うゴールを決めました。このコーナーキック前に、ね、いい攻撃来てたんで、いよいよ知ってましたよね。3対1で勝って、このグループステージを終えました。